久保建英の弟、英二、ソシエダで初ゴール。2022年11月のバスク州リーグの試合で公式戦デビューした久保英二だが、22日に行われた第16節のアベチコ戦にも中盤のアンカーの位置で先発した。背番号6をつけてピッチに立つと、ビルドアップの際にはディフェンスラインまで降りてボールを受ける場面や、積極的に攻撃へと絡む場面も多くゲームをコントロールした。そして1対1で迎えた後半31分、久保英二が相手のパスを拾うと右サイドへと展開、その流れから前線へと上がると、チームメイトとのワンツーからボックス内に流れるように侵入、ワンタッチして豪快に右足を蹴り込むと、相手ゴールキーパーの手を弾いたシュートがゴールネットを揺らした、ソシエダもそのまま勝利を飾っている。これ天才やろ。兄弟で日本代表あるで。兄を超えてしまうんか。ブルーロックのあの兄弟みたいになるのか。何歳なん？ 15 歳。マリノスリュースいた子やんな。ワイは最初から弟の方が上だと思ってたで。これもうブルーロックだろ。アンカー言うたら体感半端ないやろ。中田以来のヤバいやつやろ。実現すればやけど、兄弟で日本代表は歴代でもレアやな。俳優みたいなイケメンで草。サチモスやんけ。ハートビー、ハートビー。かっけえ、香港の国際俳優みたい。サチモス再結成やるな。竹は18歳までスペイン内では対外試合禁止されてたのに、竹ジュニアはセーフなんやな。ピピと将来コンビ組むのか。はよ代表でスカイラブハリケーン見せてや。こいつはエライザに滅ばされそう。ビニシウス、ムバッペ、久保、モドリッチ、中井。兄弟でプロってそんな珍しくないけど、両方一流はプーレ兄弟やろか。てお湯か、アザールもご存じないのか。今熱いのはチュラム兄弟。インスタ王者の兄を持った同安兄弟を忘れてはいけない。風を吹かせた浅野兄弟もいるぞ。育成年代からいるとスペイン語ペラペラやのほんま有利やな。兄がバルセロナ、弟がレアルでクラシコのピッチだったら胸熱なんやがな。次のワールドカップで竹は25歳、英二は19歳、順調なら英二もトップチームでやっててもおかしくないが、どうなるんやろな。弟はアンカーなんやな、日本のブスケツになるんやで。